美酒ってやつだな。出直してきた。今の鈴が鳴った途端濃い霧に包まれたけど、ここどこ、いつの間にか景色が変わってやがるな。まさか鬼門遁甲の類か。知らねえ。どうしよう。落ち着きなさい、エステル。これが敵の仕業なら必ず抜ける方法はあるはず。まずはそれを探ってみるわよ。
きから鈴の音が大きくなってる気がしない？ええ、間違いないわ。ひょっとしたらそこにヒントが。さっきから同じようなところばかり回ってる気が。どうすればいいのかし。そうね、とにかく鈴の音の大きさがヒントになっているのは、その法則さえつかめればきっと。また時間切れみたいね。も、戻った。ここはセルベの大樹の近くみたい。どうやら結界に取り込まれていたみたいね。結界？もしかしてセルベの大樹への道がなくなっちゃってたのも。あんたも気づい、多分結界による目くらましで奥への道を見えなくさ。そんなこと。多分この先にからくりがあるんだろう。準備を整えた方が良さそうだ。やはりゴスペル。水面から湧き起こる霧、まさかここから霧が生まれてるんじゃねえだろ。だったら早くゴスペルを外さなきゃ。エステル、ま、え？何こいつら。農園で戦った連中とは格が違うみたいね。翔太、はっ！
みんな行くわよ。Thank you.
Yeah!
今のはただの使い魔よ。操っていた術者がどこかにいるはずだわ。え？なかなか頑張ったわね。それではみんなにご褒美をあげましょう。ここって、うち？私、ミストバルトにいたのに、それに、いつの間に霧が晴れたの？ふぅ、こんなものか。父さん？おう、エステル、どうした？ずいぶん早起きじゃないか。え？そうかそうか、俺が久しぶりに帰ってきたから甘えたくてしょうがないんだな。よし、いつものように父の胸にどーんと飛び込んでこい。子供扱いしないでよ。忙しいとか言ってたのに、いつの間に休暇を取ったの？言ってくれれば私だって都合を合わせられたかも。あらあら、朝から賑やかですね。おお、レナ、
薪割りをしてたらエステルが起きてきてな、親子のスキンシップを行おうとしていたところなんだ。そうなんですか。その割にはエステル戸惑っているみたいですよ。あんまり強引にすると嫌われちゃったりして。なん？おいエステル、まさか父さんのことを嫌いになってないよな。そりゃ普段は仕事でなかなか帰る。父さん、エステルのことを世界で一番愛してるんだぞ。ちょっと久しぶりにあなたに会えて照れているだけでしょ。そうよね、エステル。あの あらあら、変な子ね。お母さんの顔忘れちゃった？お母さん、本当にお母さんだ。あら、お母さん！あらあら、どうしたの？エステル、怖い夢でも見ちゃった？あんまり覚えてないけど、あのね、お母さんがどこかに行っちゃって帰ってこないような、そんな夢を見たの。そう。大丈夫よ、お母さんはここにいるわ。どこにも行ったりしないから。だから安心してもいいのよ。ちょっとだけ寂しいな、なんて。あら、あなたいたんですか。レナさん、ひどい。冗談です。ほら、おはよう、お父さん。おっと、いいタックルだ。よし、今日は父さんエステルの好きな遊びに付き合ってやるからな。男カシウスブライトに二言はない。おままごとでも何でも付き合ってやろうじゃないか。そうね。だったら私お魚釣りがいい。おお、さすが俺の娘、いい趣味してるじゃないか。って釣りって男の子の趣味だと思うんだが、おままごとの方が良くないか。いや、お魚釣りがいいの。いいのかな。好きなことをさせてあげるのが一番ですよ。どちらにしても先に朝ごはんを済ませた方がいいんじゃありませんか。お、そうだな。ご飯？お母さん、私お腹ペコペコ。早く食べたいから私も手伝っちゃう。俺もコーヒーくらい入れさせてもらおうか。二人ともありがとう。ただしその前に手を洗ってきてくださいね。それは幸せな日々だった。家族3人で食卓を囲む朝。両親に見守られながら
自然の中で戯れ。時には家事を手伝い、そして夜は母のぬくもりに包まれながら眠、悲しいことなど何もない、優しく綴られていく日々。それは確かに満ち足りた時間であった。それじゃ、私これで帰りますね。エステル、今度は春に遊びに来るからね。うん、待ってるけど。せっかく遊びに来たのにもう帰っちゃうなんて。もう一日くらい泊まっていけばいいのに。私もそうしたいのは山々だけど、一座のみんなが待ってるしね。つまんない。ほらほら、無理言わないの。シェラちゃん、ありがとうね。エステルのためにいつも遊びに来てくれて。私も楽しいですし、それにレナさんのご飯美味しいから楽しみなんです。あらあら、嬉しくなっちゃうわね。またぜひ遊びに来てくれ。よかったら俺の秘蔵のブランデーでもご馳走するぞ。冗談です。はい、シェラちゃんもダメよ。あなたはまだ12歳なんだから、大人になるまでほどほどにしておきなさい。でもシェラちゃん。わかりました。でも私言うほど飲んでませんよ。座長はともかくお姉の目が厳しいですし。それならいいんだけど。それじゃあシェラちゃん、一座の皆さんによろしくね。今度はみんなと一緒に遊びに来るといい。この庭だったらバーベキューもできるしな。はい、伝えておきますね。それじゃあエステル、いい子にしてるんだよ。寂しくなってしまいますね。春になったら遊びに来ると言ってたしな。俺も休暇を取るから盛大にパーティーでもやるか。そうですね。お父さん、お母さん、私兄弟が欲しいな。ん？なんだ？あらあら、だって知らねえとはたまにしか遊べないし、私いつも一緒の兄弟が欲しいな。お前ね。
そういうことはなんというかデリケートな問題であってだな。エステルは兄弟が欲しいのね。でもね、こればっかりは必ずあげるとは約束できないわ。女神様がお決めになることだから。そうなの？ええ、女神様が夜中キャベツ畑に赤ちゃんを置いてね。それをお父さんとお母さんが見つけてくるの。そうなんだ。だったら私女神様にお祈りする。それもいいけど、エステルがいい子にしていたら女神様がご褒美に赤ちゃんを置いてくれるかもしれないわね。だったら私いい子になる。やれやれ、相変わらず見事な手並みだね。あらあら、人ごとみたいに言わないでくださいな。あなたにも一生懸命頑張ってもらわないとね。よし、それじゃあ早速今から部屋で頑張ろうじゃ。ただし常識の範囲内で。私はこれから晩ご飯の支度があります。はい。それじゃあ私は台所に戻りますね。あなたたちはどうするんですか？そうだな、エステル、また父さんと釣りでもして遊ばないか？今日はいいや、一人で遊びたい気分。ガーン、仕方ない、部屋で本でも読んでるか。振られちゃいましたね。エステル、気をつけて遊ぶんですよ。一人だからなるべく池には近寄らないようにな。兄弟か。なんでだろう、胸のあたりがモヤモヤする。どこかに何か忘れちゃったような。探さなくちゃ。一人でお外に行っちゃダメなんだよね。叱られる前にお家に戻りましょう。どうしたエステル、やっぱり父さんと一緒に遊びたくなったか？ううん、別に。そうか。お父さんは何読んでるの？これか、各国のブレイサーギルドだ。ブレイサー？エステルにはちょっと難しい5本だな。そうだ、母さんみたいに絵本でも読んでやろうか。聞いてみようかな。ねえお父さん、2階の奥にある部屋って何があるの？ああ、あそこは物置として使っているぞ。物置？普段使わないものがいろいろとしまってあるんだ。ここ最近は使ってないから蜘蛛の巣だらけかもしれんな。あそこの鍵って
置いてあるの？ああ、それなら、ちょっと待て。あそこで何をするつもりだ？探検しようかなって。まあいいか。鍵なら母さんがどこかに保管してるはずだ。聞いてくるといい。これがここにあったような。お母さん、ここにいたんだ。あら、エステル。ひょっとしてもうお腹空いちゃったの？あ、ううん、それよりお母さんに聞きたい。あらあら、物置部屋を探検するの？ほこりだらけだし。よっ、ダメ。まあいいでしょう。お母さんたちのベッドの横に小さな戸棚があるでしょ。その一番上の引き出しに鍵が入っているはずよ。ありがとう、お母さん。に聞いてみようかな。お父さんたち、お母さんたちのベッドの横に小さな戸棚があるでしょ。その一番上の引き出し、thank you.
だけどちょっと難しそう。でもおかしいな、この音どこかで聞いた気がする。このハーモニカってな、簡単に吹けそうなのにちょっと難しすぎるよ。君がやってる棒術と比べたらはるかに簡単だと思うけど、要は集中力の問題だと思うよ。でもほんといい曲よね。明るいんだけどどこか切なくて、他の曲も好きだけどやっぱりその曲が一番好きかな。あれ、なんて名前だったっけ？私は星のアリカ、初めてちゃんと吹けたよ。とっても素敵な曲ね。お母さん、正確に言うと私はあなたの母親ではないわ。あなたの思い出から構成された疑似的な人格というべきかしら。今までの出来事はすべてあなたの夢の中での出来事なの。そっか。でも夢の中だろうと、お母さんはお母さんだよ。すごく楽しくて嬉しくて幸せな毎日だった。私もよ。それでもあなたは言ってしまうのね。うん、今の私が戻るべき場所を思い出しちゃったから。そう、ヨシア君と言ったわね。なかなかかっこいい男の子みたいね。お母さんってば。あらあら、真っ赤になっちゃって。私は本物のレナではないけれど、今
とても安らぎを感じている。小さかった私のエステルがこんなに大きく頼もしくなって、そして真剣に恋をしている。母親としてこれほど嬉しいことはないわ。お母さん、私ほらほら、そんな顔しちゃダメよ。戻るべき場所を思い出したんでしょ。あれが夢の終わり。今のあなたが生きている時間と空間への出口よ。さあ、胸を張って行きなさい。うん。最後にお母さんのオムライスが食べたかったな。あらあら、でも食べたくなったら自分で作ってみるといいわ。あなたが作ったオムライスは多分私と同じ味のはずだから。え？家庭の味というのは母から子に受け継がれるもの。ちゃんと教えていなくても好みや味覚のような形でね。ちゃんとあなたにも受け継がれていると思うわ。そっか。うん、それを聞いてなんだか安心しちゃった。お母さん、私そろそろ行くね。お父さんとヨシア君によろしくね。うん、またね、お母さん。さようなら、私のかわいいエステル。エステル、しっかりしなさい。あれ、知らねえ。エステル、よかった、起きてくれたのね。あ、うん、なんだかとっても長い夢を見てた気がする。そっか、これのおかげで二人とも幸せなだけの時間は終わりよ。今の現実に戻ってきて。エステル。エステル、そうか、夢にとらわれていたか。よかった、みんな目を覚ましたわね。あんたには驚かされるわ。自力で起きたばかりか、他の人まで起こすなんてね。さてと、それはともかく。いるんでしょ、ルシオラ姉さん。え？やっと呼んでくれたわね。やっぱり久しいわね、シェラザード。8年ぶりになるかしら。ええ、そうね。まさか姉さんがこんなことをしてるなんて。一体どういうことなの。ちょっと待って、この人知らねえの知り合いなの。釣れないわね、オチビス。あなたとも何度か会ってるはずなのだけど。え？一緒にタロット遊びをした現実師のお姉さんのこと覚えていないかしら。あそこにいた、確かルシオラお姉ちゃん。
正解よ。執行者ナンバー6、幻惑の鈴、ルシオラ。今はそう呼ばれてるけどね。どうしてシェラザード、あなたは気づいていたみたいね。鈴を使った現実、姉さんのお箱だったか。ロレントで発生していた霧も現実とか言わないでしょうね。まさか。あれは今回の実験のため、ゴスペルが起こした現象ね。人々の夢に干渉するための触媒といったところかしらね。触媒？まさかゴスペルというのは人の精神にも干渉するというの？そうみたいね。私の鈴はあくまで誘導、現実とは比べ物にならない、リアルな夢を構築するわ。苦しみも悲しみもない、ただひたすら幸せな夢をね。ふざけやがって。なるほどな。ねえルシオラ、さ、どうして結社ってこんなことばかりするわけ？こんな実験を繰り返して何をしようとしているの？私はただの執行者、使徒の手足として動くのに。その意味では今回の計画の手伝いをしているに過ぎないわ。詳しいことは教授とレーベに聞きなさい。教授、レーベ、何度か聞いた名前だけど、それって一体誰なの？時が来ればわかるでしょう。ちなみに二人ともあなたと面識があると聞いたんだけど。え？ルシオラ姉さん、これだけは言わせてくれる？あら、何かしら？最初私はリベールに長居をするつもりはなかった。姉さんが帰ってくるまでの間身を寄せるだけのつもりだった。でもあれから8年が過ぎた。今の私には友人や仲間たち、家族同然の人たち、そして誇りに思っている仕事がある。もうハーベイ一座の踊り子シェラザードじゃない。シェラネ、この新たな故郷あだなすのならたとえ姉さんでも許さない。それでいいわ。あなたたちにとって結社はあまりにも強大よ。全力で立ち向かってきなさい。近いうちにまた会えるわ。積もる話はその時にでも。知らねえ。また逃げられたけど、事件はこれで終わりのはずよ。昏睡していた人たちも。
そう、そんなことがあったなんてね。ごめんアイナ、もっと早く心当たりについて話しておけばよかったけど気にしないで。あなたの知り合いと分かっても何かできたわけじゃないしね。今度おごってくれればいいわ。ええ、お安いご用よ。二人の飲みっぷりだと全然安くないような気が。ガクガクブルブル。霧もすっかり晴れたし、昏睡していた人も目を覚ましたわ。みんな本当にご苦労様です。今回は依頼が複数になったけど、まとめて報酬を渡しておくわね。でもやっぱり今回も根本的な解決じゃないよね。今度のゴスペルは人の精神にまで干渉してきたし、それってやっぱり今の技術じゃ説明できないの？うん、今までで一番説明できないかも。後でおじいちゃんに報告書を送っておかなくちゃ。あ、ゴスペルについてはじいさんの解析を待つしかねえだろう。それよりやっと結社の勢力が見えてきた気がするな。うん、今回の件を合わせ5人の執行者が確認されたことになるのか。ええ、ナンバー10、怪盗紳士ブルブラン。ナンバー8、野生狼バルター。ナンバー15、殲滅天使レン。ナンバー6、幻惑の鈴ルシオラ。ナンバー0、道化師カンパネルラ。そしてこの5人に加えて教授とレーベという未確認の人物がいるみたいね。ひょっとしたらどちらかがロランス少尉かもしれないわ。うん、その可能性は高いかも。二人とも私の知ってるやつだって言ってたし。確かにロランスという名前が偽名である可能性はありますね。しかしたった七人ごときでここまでやってのけるとはな。たく、厄介な連中だぜ。そうね、私たちもこれまで以上に覚悟を固める必要がありそうだわ。知らねえ、いいの？言ったでしょ、リベールは新たな故郷だって。故郷を守るのに理由はいらないわ。たとえ昔の故郷の思い出と戦うことになったとしても。知らねえ。なあシェラザード、最初から答えを決める必要はないと思うぜ。え？俺とバルターは互いに戦うことを納得している。もう拳と拳を通じてしかお互い何も伝えられないんだ。だがお前たちは必ずしもそうと決まったわけじゃあるまい。それはジンさんの言う通りだと思う。シェラネーがどうしたいのかこれから見極めればいいわよ。私だってやっと見つけられたんだし。え？ねえみんな、こんな時になんだけど見てほしいものがあるの。エステルさん？エステル？まさか。うん、これ雑誌社の人たちにもらった写真なんだけど。こいつは空賊艇の奪還事件のブツか。なるほど、こんなものがあったのか。うん、左にいるのが武術大会にも出場していた空賊団の娘だな。
そして右にいるのが、あ、よしお兄ちゃん。今まで黙っててごめん。ちょっと動揺しちゃってなかなか言い出せなくて。お姉ちゃん。エステルさん、ヨシアが何をするつもりか私にはわからないけど、多分ヨシアなりの方法で結社に迫るつもりだと思う。空賊たちと一緒になって悪さはしないと思うんだけど。ええ、分かっているわ。写真も顔半分が隠れてるから決定的な証拠にはならないしね。この情報はギルド内に留めておくことにしましょう。ありがとう、アイナさん。でもエステルさんはいいんですか？せっかくヨシアさんの手がかりが見つかったのに。うん、私が私である限りヨシアとの絆はなくならない。そう思えるようになったからあんまり焦らないことにしたわ。違う道を歩いているけど目指す場所はきっと同じだから。だから今は自分自身の道を行こうと思う。そうじゃないと私は私として強くなれないから。エステルさんなんてカッコつけてるけど、ヨシアと僕っ子の関係とかやっぱり気にはなるのよね。まだまだ修行が足りない証拠だわエステルさんたらちゃんと答えを見つけられたじゃないの。どうやら森で見た夢がいい方向に働いたみたいね。うん、ヨシアとの絆を改めて確かめられたし、お母さんのぬくもりを思い出すこともできたわ。今回ばかりはゴスペルに感謝してあげてもいいかもお姉ちゃんってば。ったく、やっぱりお前大物だわエステル君にかかってはゴスペルも肩なしみたいだね。通りみたいね。北条の封印区画と連動したデバイスタワーの一角、表と裏を利用した第二結界教授もよく調べたものね。待たせたな。お疲れ様だったね。あら、あなたたちが来るなんて。てっきりレーベが迎えに来ると思ったのだ。どういう風の吹き回しかしらレーベなら教授のお供をしているところでね。そこで僭越ながら僕たちがお迎えに参上し、まあ次の段階までやる暇つぶしに来させてもらったぜ物好きなこと。しかし教授とレーベが同行しているということは、ついに最後の実験が行われるということかしららしいな。復員計画もいよいよ次の段階ってわけだ。人形と両兵の仕上がりも上々だ。これでベータが完成したら随分と忙しくなると思うよ。
最後の実験というのはあれが相手だったかしら。さすがに教授やレーベでも一筋縄ではいかないでしょうね。そうかもな。なんといっても伝説の存在だ。強さの次元が違うだろうぜ。しかしカンパネルラよ、てめえらしくねえじゃねえか。あらら、何がだい。いつものてめえだったら喜んで教授に同行してるはずだ。それをしないってことは他に面白いネタがあるんだろう。とっとと吐いちまいな。やだなバルタ、僕ってそんなに信用ないかな。信用してるさ、てめえのナンバーと同じくらいな。ナンバーゼロ。信用ゼロというわけね。やれやれ、二人ともきついな。まあ見物したいのは山々だけど、あいにく急ぎの仕事があってね。あの方に箱舟の使用許可をいただく。マジかよ、よりにもよってあんな化け物を投入するとはな。赤の箱舟グロリアス。まさかとは思うけど、リベールを焦土と化すつもり。それは教授とレーベ次第だと思うよ。そんなわけでこの後すぐに出かけなくちゃならなくてね。実験の顛末は帰ったらゆっくり聞かせてもらうさ。やはりここにいたようだ。見たまえレーベ、なんとも優美な存在じゃないか。本当にこんなものを使って実験を行うというのか。君の危惧も当然だ。だがベータを仕上げるにはどうしても必要なデータだからね。お主らは起こしてしまったようだね。20年ぶりのお目覚めかな。お初にお目にかかる。私の名はゲオルグ・ワイスマン。見くらう蛇を管理する蛇の使徒を任せられている。され、お主が漂わせるその力、どことなく懐かしい気がするが、お主の目は気に入らぬ。暗い喜びにしか生を見出せぬ歪んだ魂の匂いを感じるぞ。お褒めに預かり光栄だ。しかし残念ながらあなたに拒む権利はないのだよ。女神の司法に関わる話だからね。何？レーベ、見せてやりたまえ。それは1200年前の記憶がよみがえったかね。レプリカに過ぎないが、なかなかよくできているだろう。お主ら、まさか輝く輪を。そのまさかだ。それでは最後の実験を始めよう。
さてと、最初の予定通りボース地方に向かわなくちゃね。まだ実験が起こっていない唯一の地方になったわけだし。ええ、そうね。ただ現状でボース地方では妙な事件は起きて、ある程度ロレントの仕事を手伝ったから出発してもいいわね。うん、一通り用事を済ませたら。はっ、やれやれ、手こずらせてくれる。
まさかこんなところにも隠れた釣り場があったとは。こいつはすごい。てこ、これで仕事は完了かし。おう、そういうこと。とりあえずお疲れ様と言わせてもらうよ。ふう、やれやれ、ようやく終わりか。なんだかんだで結構。確かに大変だったけど、久々に釣りもできたし。あ、うん、おう、正規の報酬はギルドに預けてあるからいい。せっかくの機会だ。ご機嫌だろ。大物狙い専用の特製ロッドさ。あんたならきっと使いこなせる。お礼の代わりに進呈させてもらうよ。いいの？こんな立派なものもらっちゃって。全然 OK さ。釣り文化の発展と普及のための。おい、お疲れ様。何か依頼を。